はい、快活きました。疲れた。今6時40分。まあこの後ちょっと寝て、今秋葉原の快活にいいんだけど、まあ、12時から遊ぶ友達と、疲れた。まあ土曜なんだけどね、まあ、中野ブロードウェイ、行こうかなと思ってます。いや疲れたね。なんか何、部屋の掃除が入った直後みたいな感じでアルコールがめっちゃ回ってますね。まだ乾ききってない感じ。リアルゴールド。ここは。話すことないんだけどね。電車乗っててさ、ちょっとね、昨今ちょっと騒がしてる大衆問題、隣にすごい匂いのきつい、何歳ぐらいだろう、30、40ぐらいの間、いや30、50かな、わかんないけど、俺年、相手の年を測るのが苦手なんだよね。すごいね、匂いがきつい。きついって思うのは俺が思っただけで、本当にそうだって言ってるわけじゃないですか。どういうオブラートの包みかなって。これはあくまで僕の感想だから、そんな攻撃してるわけじゃないから、特定の人を攻撃してるわけじゃない。その何だろう、その問題について話しましょうっていうだけです。体臭問題ね。俺もね、脇がだから体臭きつい、しかも汗かきだから体臭きつい部類だと思われるんだけど、マイチケットっていうかね、制汗剤っていうか、デオトラント、なんていうのあれ、スプレーとかしてね、香水つけてた時期もある。って香水ってね、なんかね、なんだろうね、俺が臭いせいか、なんなのか分かんないけど、いや俺体温高いからかな、すぐ揮発しちゃうのかな、すぐ匂いどっか行っちゃうんだよね、香水って。だって香水苦手な人っているよね。いや苦手な人の方が多いのかな。いやだけどなんか香水ってなんかイメージだけど、量とかなんかどこを言って出るけど、人によるのかなっていう感じ。それこそ差別になっちゃうかもしれないけど、どうなんだろうね。難しいよね、大衆ね。持って生まれてきてしまったものだったら仕方ないのかなって感じもするし、それについて攻撃するのは良くないよな。それでなんかちょっと嫌だなって、不快になって避けられるっていうのを考えると、ちょっとかなりのハンデを背負って生きているなって感じもするよな。でそれでなんか手術とかさ、なんかいろいろ対策とかさ、させられるのはさ、させられるっていうか自ら望んでやったりするのはさ、なんだろう、顔がかっこよくないからブサイクだから整形するとかさ、身長が低いから骨なんとか延長手術をするとかさ、ハゲてるからなんか育毛剤つけるとかさ、いやなんかそういうなんか、ものとなんか近いものを感じるよな。
患で襲ってるから、それを賄うために、うん、資本でどうにかしちゃうっていうね、うん、金でどうにかしちゃう、うん、まあ、それができるような、それが選択できるような時代になったっていうのは、まあ、そういった側面から見たら素晴らしいことだよな、うん、素晴らしいことだな選択肢が増えたことっていうのはどうなんだろうね。どうしようもなかったって諦めがついてた方が良かったのかな。そんなことないよな。難しいよな、うん、いやちょっとね、今日ちょっときつすぎてさ、夏ならマスクしたと思うね。マスクでも若干匂いが切った、うんうん、俺鼻がいいわけじゃないからさ、そもそも鼻嗅覚弱いんじゃないかなと思ってる、うん、俺鼻弱くてさ、鼻に弱いってなり、きつかったな。うん、誰もね、言ってくれる人がいないっていうのもね、きついところでもあるのかもしれないよ。信頼できる人とかがさ、なんか何気なく、さりげなく、さりげなく伝える。そしたら、あ、俺やばいのかもなって、ちょっと対策しようかなみたいな、うん、まあ、それをした上であの匂いだったり、そういうね、匂いを発しちゃうんだったらちょっときつい、ね、対策っていうかさ、なんだろう、大きな、うん、手術レベルとかだったらちょっとね、どうしようもないっていうか、夏場ね、夏場はきついと思う。接客業をやっててもさ、いるんだよたまに、なんだこの人、どっから来たんだみたいな人いるんだよな。おえつがさ、おえってさ、マスクしてからさ、バレてないのかわかんないけど、しちゃうんだよね。失礼かもしれないけど、うん、まあ、失礼同士やん、そんなまあね、大変だ。まあ、みんな笑い合える、うん、素晴らしいところで、なんだろうね、譲り合っていこう、なんとかしていこう、頑張ろう以上です。